また視聴者の皆様、えー、ぜひですね、SNS 等で、えー、ハッシュタグ、えー、格芸魔でまあ内容とかで,ですねつぶやいていただければ幸いでございます。それでは皆様、おやすみなさいませ。さあ、始まりますよ、第15回ね。あ、あそうだ、えーと、ツイートしたかな、俺。ツイートしてましたやっぱね、これもね、大変なんですよ、僕一人やってるから。OK、してる、大丈夫ですね。ね皆さん、あそうですねハッシュタグとかでね。 えー、格ゲーマー人狼って書いてくれるとそ、えー、まずはえー、喜びます占い,師占い師の方から起こしてまいります励みになりますのでどん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 ねツイッターとかで書いてくださいお願いしますスラッシュタグ、えー、格ゲーマー人狼ですねスラッシュタグ格ゲーマー人狼お願いします占い師の方ビデオの開始、ね、マイクのミュート解除をお願いいたしますハッシュタグですねはいタジさんあなたは占い師の能力を持ちました 1日目に人狼ではない方を1人お伝えいたします。人狼も教えてください。人狼ではない方は <laughs> ナウマンさんです。なんで笑ってるんですか、ね、ありがとうございます。<laughs> <あ>それでナウマンが人狼ではない。名前ください。白崎というやつですね。白崎がナウマンとなりました。続きまして、霊媒師の方を起こしてまいります。霊媒師。 えー、レ霊媒師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。シュ,シュートさん、あなたは霊媒師の能力を持ちました。はい。頑張ってください。はい。では、ビデオの停止、マイクのミュートをお願い,いします。シュート、なんか人狼があんまり引かないですよね。すごいですね。やっぱでは、続いて、騎士の方を起こしてまいります。ボンちゃんもなんですけどね、なかなか引かないんですよね。意外とね、引かない人引かないんですよね。 騎士の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします、まあ、おお前さんはいお前らさん,さんあなたは騎士の能力を持ちましたはい頑張ってくださいはい <laughs> かか、ね、それではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします、はい、そしてえっ、ー、と白崎がナウマなので強靭に当たってからでは続いて強靭の方を起こしてまいりますあれですがかなりいい感じですねまあ5分ぐらいの戦いなんじゃないですか 三役に刺さってないので強人の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。同じか。石井プロ、あなたは強人の能力を持ちました。強人だったか分かりました。頑張ります。強だった頑張ってください。さあ、石井プロ、どんな強人を見せてくれるでしょうか。うか石井プロ、かなりね、かわいいとかね、やっぱり今ね、応援してます。では最後に、人狼の方を起こしてまいります。かなり強いですからね。人狼誰ですかね 人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。えっと、こうこうことは決まるさ、<laughs> さよなら。えーと、サンタたか。あそれでは、お二人は人狼となりました。<laughs> <ジか> <laughs> えー、ただいまから1分間、1日目は1分間の話し合いが可能です。それでは、開始してください、どうぞ。どうするとりあえずあの前、前もあったけど、前、特にあってやばかったのは、結局、誰も使用しなくて、あの俺,うん、俺たちが。<coughs> 結局、もう無理ってのがあるから、絶対どっちかは出ましょう。なんかさ、一人占い師一人、えっ、ー、と、霊の、ん霊媒師はい。とかどう、はい、で、俺、霊媒、あの、一応、なんか、格言人狼だと、スライドってあるじゃないですか。ああスライドすると白く見られる傾向がまだあるんで、スライドってなんだっけローラーツと違うの,あの霊媒ですって言って、違いますって言って、ああはい、霊媒、今、確定しました。はい、はい<も>、それ、スライドって言うんだ。お前、あれやるんで、また俺、一回。ああ やろうかなと思ってああじゃあサンタさん占いで出て俺霊媒スライドしますオッケーでもし、強人が出てさ、なんつーのちょっと様子見て、2人出ちゃったら出ない方がいいかな。あ、それはありですね。ただあの俺、俺は後から霊媒って言うんで、どうせ占いが出るから、うん、から俺、じゃあ後半で霊媒って言う予定だけど、強人2人出ちゃったら、俺、言わないようにします。サンタさんはもう鉄板で出ていいかもしれないです。これであの読み合って出ないのが一番やばいんで。あ,あ、そういいじゃあ、俺出るよ。出るね、お願いします。頑張りましょう。はいはい それでは話し合いが終了とな,りましたなかなかいい内通だったんじゃないですか頑張ってください。はでは見てのところ、ミスがないような、いいですね、瑛太の、いや、絶対出てくださいっていうのはね、かなりいいです。で、で出れなくなる可能性がね、さあそれではですね、す夜時間終了いたしましたので、梅<メ>、えー、ちゃんのマイク、映ってる。てるそれはね、ちょっと待ってください。多分無理だと思います。多分直せないと思いますんで、ちょっと後ほど言いますね。それは多分あ、今もうマイク見れないですもんね。まあ、ちょっと難しいですかね。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。 一番栄太さんから順番にビデオの開始のみを押して戻ってきてください。二番啓介さん。三番石井プロ。占いはね三人出ちゃった。四番山太郎さん。だいたいローラーになりますんで最終日部行くんで別に問題ないんですが。五番立川さん。その間に一人を見つけるという。六番梅原さん。七番ナウマンさん。八番トラボスさん。 9番シュートさん、以上9名生存しております。それでは、えー、話し合いを開始する前に皆さん一旦マイクのミュートだけ解除をお願いいたします。ちょちょっとお待ちください。すぐ業務連絡です。梅原さん、えっ、ー、となんかマイクがプツプツしてるらしいので、えっ、ー、とさ先ほどの設定に戻せというコメントが来ました。ど,どうマ？マイクマイクプツプツしてる？プツプツしてるらしいです。ああそ なんか先ほどの設定だったら大丈夫っていう話でしたそれだけちょっと先にお話していきましょうじゃあ若干とってちょっと若干上げるかはいじゃあえーとそれではお願いしますそれではすいませんさかなさんお願いしますもう始めちゃって大丈夫ですかどうぞもうかな大丈夫ですかねじゃあでは始めますねはいではえー、1日目の話し合いを4分間で開始してくださいどうぞお願いしますお願いします誰か手を挙げる方ははいおってますかあはい 占い師です。占い師。はい。占い師。三太郎さんあ、かけて。かんて。はい。霊媒師です。えい。じゃあ、占い師いないので、大丈夫じゃあ、エイさん、全員霊媒ですらっい大丈夫じゃエさん、霊媒師。すみません、いいですかはい。えっと、僕、占い師です。はい。マチカは占いえっと、しか占い、占い。これ、どれもいないほか。あ、俺、霊媒師です。 あら、3人なんでお俺、新霊媒師ですね <laughs> すみません、あの僕、出てこないと言ったら先ほど言ってでしたあの、新霊媒を確定させるためにめちゃくちゃ、<ー>怪しくないですか、その行動あー、いやいや、エイターさちょ,ちょっと待ってください、あのあれ、サンタローさん誰シ誰シえ、サンタローさん誰しろローエータエイさんがシロ俺が霊媒 俺はあのごめん確定でやるやる通りか。だからそういうことやると村が混乱するんでやめていただいてほし。ちょっとちょっと待ってどうだ。やめよう。石プロ石プロシュートエイタがレーあいや石あのエイタさんはやめました。一応俺あの別怪しいのなボケだが下げました。石プロと シュートが霊媒で。霊媒。はい。え、だから誰もいなかったら、あいたさん手下げて、あいしープロ本物ってやりたかったわけですよね。金でてやりたかった。まあ、混乱するんで、やめていただいてもらっていいです。そんなお風呂、あ、お風呂、あの、待って。えっと、サンタのたんん。え、あ、立ち代わる占い師は来てどこ。何万でした。てか、そのシュートが、そのやめてくださいっていうのが、もうかなり遅延に聞こえたんですけど、どうですかね。あ、うまい。いや、普通に、その。迷惑じゃないですか。いや、あやし。 だって一応それで出てこなかったらかなりあのまずそのゲーはしなくていいと思う今そうそれが違うってえるからはいいやいやでも俺はレ媒バイローラーがいいと思うんだよねうんだから賛成です俺も含めて俺も含めてで然いいけどいや村人だったら絶対それやんない方がよくないですか占人レ人バ媒2人すつねとりあえずはいってことは残りが一二三5人がまだ何も分かってない状態なんだね そう 2, 2, 人2人ずつ出てるっていう感じです、ねえっとさど。どうせ手がかりないからさ、うん、そのなんでエータそんなことしたのかちょっと聞いていい、あのー、今まで梅さん出てないときに、これやってめちゃくちゃ有効で、自分の中のセオリーみたいな感じだから、同じことやりましたね、今回も。えー、結構出てこなくて、ンが確定することがめちゃくちゃ多かったんですよ。でも人狼がやってもそれ強くないですか,あかそ,う、まあ、それは前も言われたけど、ただその、まあ、強いうちは俺、こするってなんのが自分の中であったから、今回もやったっていうだけだね。 怪しいならローラーなら別に含めてもいいけど、一応市民だから役職持ちなしなの結局、この後最後の方まで残されちゃうと、どうしても怪しく見られちゃうから。ちょっと待って、ちょっと待って、占いの結果どうだったっけナウマンシロです。サンタローさん、エータシロです。サンタローエータシロー。はい、僕ナウマンシロです。で、シーさんとシュートが0倍以上です。 一人例外に一人絶対人害がいるからここは霊媒ローラーがいいですよまあ、例外の方が優先度高いよね。石黒をどうですか、それについて。まあ、いいんじゃないあの、あれ焦げる悪いな。嫌がってるんで、若干、強授なくて人狼じゃないのかなって今俺思ってますね。そっちの方が、あの、確率は高いので、まあ、確率は一つ。ごめん、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 質問し。 ローラーが優先の理由俺マジで分からん俺,俺も分かんない。正直、俺は別に占い師見て、黒っていったら霊媒師釣るとかでも全然いいと思います。<laughs> え、つかんで C プロ霊媒<ー>って言ったんですか、一番あの出た方がいいかなと思って、もうなんか今までもなんか出る出ないとかで、バタバタして、結局、何もゲームが動かずに。 どうするみたいな感じ占い自体は毎回出てるからセオリーがよく分かんないと思う。C さんたタイミングって占いがまだ一人でした占い人だから、あんまり出る理由はなかったと思う、俺もね。俺は長くゲームやったから、あんまり出バしかいかないと思う。それでは話し合いが。超レベル高なんかでは、皆様、マイクをお願いします。角山間人のだよな、これ。あれおかしいぞ、これ。本日投票の 時間になりま一番、エイタさんから順番に投票を行っていただきます。では、まず1番、1> エイタさん、どなたに質問されますか立川で。はい。あの、なんか、ローラーの流れになったけど、結局、どっちか決まってないんだけどさ、うん、どう思うっていう、その俺でも、<ず>一応、かなりプロがもう怪しそうに見えたから、プロ優先して行っちゃっていいのかなと思いますね。うん、えそれと占い師からするってこと らあいプロを切っちゃう,あちゃうあでもそれって決めつきすぎるんかな一応俺が次のターンプロ見てっていうこともできるんですけど<あ><ー>やばいぞ、まあ、俺、賞<た>味、霊媒師ってかなり弱い職業だと思ってるんですよだけどその霊媒とらないどっちが優先ってわかんないけど俺も霊媒のが村にとってそのいるかいらないかで言ったら占いのが重要だと,要だとは思ってるだからこのだ<ー> うん、いやシュート次俺占うんでプロ切っていいんじゃないですかそれが理想な気がしますね,ますねで俺が殺されたらこれもう発言しちゃってるからこれで俺が殺されたら、うん、あのそのラインが正しかったと思っちゃっていいと思います <laughs> それが見られるのが嫌だから<ー>切ったって意味でなるほどね、うん、だから宣言しとくんで俺は次そうしますねじゃあ OK ーーそれでは瑛タさんどなたに投票されますかうん、うん、まあ怪しかったんでとりあえず石井プロで石井プロに1票目が入ります では続きまして2番、すけさん、どなたにお願いしますか三太郎さんかなさあ <laughs>、メンタリスト発動はい、どうも。三太郎さん、ちょっとなんか怪しいっすね。待、はいま、ってまじ、マジであの何か俺が役職持ってると絶対怪しみませんか <laughs> いや、三太郎さんね <laughs>、うんあの、占い師使用してる割にはね、ちょっとなんかあんまり喋ってないんですよね。はい、あ、そうっすかで はいでまあ、とりあえずあの三太郎さんたちかは、うん、石,か石井プロ周東、うん、あとエイタが怪しいでこの5人が、うん、とちょっとほぼ、まあ、グッズプレー寄りじゃないですか。すねはい、でそれ以外の4人は、まあ、役職なしかまだそんなに色がついてないんでその辺はちょっと投票に入れないでもらってこの5人から選びたいんですけど三太郎さんじゃあ、はいえっと、誰に投票したらいいか。 ちょっとアドバイス、はい。え、僕は石井プロに入れようと思ってましたけど。石井プロはい。それなんでえ、占い、占いじゃないや、や霊媒か、霊媒、霊媒すね、ローラーって話じゃなかったんですか。で、じゃはい。それでは、スケさん、どなたに投票されますか三太郎さんで。三太郎さんに6度目が入ります。<laughs> はい、さあ来ました、格芸マジンだ !3 番石井プロ。格芸マジンかそうだな。えー、っと、じゃあ。何番 <laughs> <た>はい。お疲れ様です。お疲れとま一応 まあ、ラウマに特に何か言いたいとかもないので、一応、この考えは、確率的に考えて、霊媒師と霊媒師2人、えー、占い師2人の中に二分ので人外がいるんで、はい、こっちからやってくくっていうのは依存ないです。で、えー、とエイタも言ってたけど、えーと、占い師と霊媒師だったら、まあ、霊媒師の方が価値が低いから、霊媒師からローラーしていくっていうのでも、も、まあ、それも依存は特にはないです。 うん、ただ、まあ、その後にどうするのかっていうところを考えていった方がいいと思うので、まあ、とりあえずあの、特に俺が怪しまれる理由ってそんなにないと思うんだけど、なんか突然あのあ、プロはうったらしいと思うんでって言ってきた立川とかは、俺は怪しく見た方がいいかなっていうふうに思います。あ、まあ、なるほど。っていう感じわかりました。うん、まあじゃあ、きょ、うん、釣られても、まあ、しょうがないかなみたいな。やだわ <laughs> かりました。初日に釣られたくないです。<laughs> はい以上。私からは以上です。まあ、いや、まあそうですよね。 うん、よくかりましたそれでは石井プロどなたに投票されますか、はい、シュートにシュートさんに1票目が入りますさでは続きまして4番三太郎さんどなたに質問されますか <laughs> うーんじゃあ瑛太瑛タですか白崎のエタ、はい、まあ俺今の段階では瑛タが白っていう情報しかないんでおいいねはい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 、はい、えさっき言ってたさ、あの。 なんだ名乗り出させるやつっての俺は多分いなかった時だからよく分かんないんだけどいや毎回俺結構こうはさっきもだけど「もういませんねいませんねって言ってたじゃないですかあ,あ,あれってその人狼側結構あなんかじゃあ強人とかやってくれてんだなと思ってあああの誰も手を挙げないことちょかったんですよ結構バンバンいくと。 嘘のやつが出づらくしてるってことか。で、結局、自分が市民の時にやったら、それって自分がやられても痛くないから、真が確定するっていうメリットがでかすぎるから、俺、やろうとして、今回もやってましたね。あー、なるほどね。っていう理論です俺の場合は。それでもし、エータが疑われて、なんか、通されたりしても、別に市民の命だったら、それでなんか、他になんか、なんつうの、出づらくなって割り出せる。 村的にはこれは有効かなと思いましたはい、わかりましたそれでは三太郎さん、どなたに投票されますかえー、じゃあ、石井プロでちゃんとしたね、イプロけ答目が,入りますができてたんじゃないですかでは続きまして、5番、立川さん、どなたに質問されますか KSK さんでお願いしますはいこれ今、三太郎さんしんだところで俺が KSK さんに擦り寄るっていうすっごい安そうに見えるかもしれないですけど、うん、<laughs> もう俺これ,、はい、これ勝負しにいってますはい ケスケさんマジで鋭いんで助かったんですけど、まずプロ釣って、うん、でその後シュートが俺釣られるんかな、まあどっちもいいんですけど、うん、俺がシュートを占って、その次俺殺して、シュートが俺のことシ、シンだったって言ったら、うん、一応、もう一人人狼を連れて、シンの占い師、一人も確定するじゃないですか、そのルートだったら。はいそう俺はそのルートが一番勝ちに近いかなと思ってます。 とりあえず俺はプロ釣ますねうんまあ俺とりあえずあの三太郎さんに入れたんだけどああのま別に石井プロでいいと思う。わかりました。とりあえずは。うんでも三太郎さんは黒いと思うよ。いやマジですごい好きで。何で当たるんだこいつは。俺占い師苦手なんですよ。もう信頼されなさすぎてやっぱ人から。マジで。いやほんとに天才すぎた圭介さん。だから俺プロ行って俺は絶対占うんで明日。オッケー はい。それでは先ほどさっきのさ、どなたに投票されますか？プロでお願いします。もう感情的に。三票目が入ります。感覚で。そして六番梅原さん、どなたにされますか？刺されまくったからなあ。あとエーテクンで。はい。ごめん、なんか別にあ、あ投票もねもう石石でいいと思ってんだけど。はい。あの。 さっきのさ、理屈をちょっともう一回聞きたいなと思ってど、どういうことだったの要はその、霊媒師が一人出たときに、うんその、大体その霊媒って後から出る人が多いから、うん、その強人とか二獄が被せやすいじゃないですか。で、被せる場合に、後からその、要はあの占いは絶対出るじゃないですか。でも霊媒師って出ない場合もあるじゃないですか。でその、出る空気だったときに、出たときにパッと二人目が出やすいですよ、霊媒って。で、うん、自分が手を挙げた場合、入って二人出て、あのあ、 狂人とか人狼があ出てくれたんだなと思うじゃないですか、その黒側が。うん、で、手を挙げないんですよ、その大体その3人目って。うん、今までやった閣議人狼だと。で、うん、結構、こうもういないですかって言って、いない時にパって下げたら、芯が、あの霊媒師芯が確定することが超多いんで、霊媒師1人確定した場合って、それめちゃくちゃ有利じゃないですか。今回の場合って、じゃあそれがシュートってことそれができなかったんですよ、要は3人目が出てきちゃったから。

え、全然足しんでないよ。あ、本当ですかなんか質問しに行ったから、怪しいのかな怪しんでるのかな <laughs> 話聞いてたか <laughs> いやいや、<laughs> 俺、あの、ああ、そうか。引 <laughs> っ掛けみたいな感じそれ。あのえいやいや、え、サンタロウさんから出てるから、まあ。そうですよね。ただからなんか、あまあ、最悪狂人だから、うん。サンタロウさんからしたら。あ、エータがね。そうそうですね。まあ、そんな可能性あるな。うん。サンタロウさん目線はもう、人狼は、 霊媒と占いに2人いるでうん決まるから、うん、そうだねそうそうですよねえっそっち寄りって感じですかね今そっち寄りっては何<え>あのだからあのローラーまず例外ローラーしてはい、はい、立ち勝つって終わりかなと思ってるけど霊媒ローラーして立ち勝つって、うん、終わりあま強人立ち顔が強人じゃなかったら終わりってことですね立ち顔が強人じゃなかったら終わりあ強人だった強人じゃなかったら終わりですよね それではナーマンさんいいどなたに投与をぼけ方がうまいっすねーイシープロに5票目が入りますとぼけ方がマジうまいっすナーバーをねまして8番ピンクマンさん <laughs> どなたに質問ますか答えないですねこの大人たちはねうまいっすねーとぼけ方がねおっさんのそれが出てる、えー、どうしようかな じゃあ立川的に今白い人みたいな、うん、あの結構俺、まあ、どっちかっていうと占い師で新名を置いてるからああそうか立川は占い師とかもかなり白いと思っててあそうでさ瑛太さんも多分そっちよりだなと思っててうん、うんまあ、一応白はでもかなりグレなんだけど三太郎さんに関して言うんだけどさっき南馬の質問で、うん、えっ 人狼二人いないみたいな感じだったじゃん。うんうん、強人の存在忘れてたの。そう,そうそうそう,そう。だから自分が強人だから、すごく計算できなかったのかなって思っちゃった。ーああ、なるほどね。それもあるし、確かに。うん、まあそもそも、うん、その、終わるっていうのはさすがに違う、なんか怪し,しすぎる。絶対違うじゃん。う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 ん。<laughs> うん。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 でも俺、例のだと俺、シュートの方が怪しいと思うんだよね、でも、正直。 いやそこはだから俺が占うから、騎士がいるんだったら守ってほしいなって感じ。うんうん、どちらにせよ俺を守ってシュートを占うってすごい強いことだと思うから、シュートが死んだとしても、もう霊媒のローラーになってるから勝手に。それではローラどなたに投票されますかえっと、ここは石ロで石ロに6票目が入ります。では続きまして、9番シュートさん、どなたに質問されますかエイトさんで。はい。 ちょっと独り言,言,言いますね、はい、あの最初俺突っかかったじゃないですか。お<う>あれでも結構村人だったらすごくまっ当な意見だと思うんですよ。おうおうその時に突っかかってきたのが立川さんとトラ坊さんなんですね。はい、でそのトラ坊さんが今立川さんにお話しかけてて、うん、ちょっとそこつながってるのかなっていうのとう、えっと、石井プロは釣られたくなさそうだったんですよずっと。 うんうん、だから、もしかしたら人狼なのかなと思っててで、逆に立川さんはなんで霊媒師から釣るのって言ってるんで、占いローラー従ってる狂人って今、見えてます。あの一個じゃあ、ちょっとあの補足していい、俺の人ごとに、はいで。立川君が確定じゃないからさ、その俺を守ってート君を生かして言ってのはさ、俺、そこだけちょっとあの別に確定情報がないから、かそこだけちょっとあの怪しいとかじゃなくて、意味がそこまであるのかなと思っちゃった。確定じゃない情報を無理やりゲットして。 てかもし石井プロ本物で立川さんもそうだったら負けになっちゃうからうんいやあのまああのんまりどっちかに寄らないといけないとわかるけどね占い師をどっちか新名に見てとかそういうのは <laughs>、まあ、ただあの、まあ、とりあえず岸は次守った方がいいですよね多分俺のことをまああのえどわかんないそれもそれではシュートさんどなたに投票されますか石井プロで石井プロに7票目が入りますうん投票の結果本日処刑されるのは石井プロですふ<む>では石井プロ最後に遺言をお願いいたします はいえー、何でしたっけ、ビール枝豆石井プロ、おなじみ石井プロでございます。<laughs> えっとね、うんあまあ、ちょっと今回出方下手くそだったなっていうのはまあ自分でも思うところで、まあのー、もうちょっと見寄席を見,見た方がよかったっていうのは確かにその通りだなというふうには思ったんですけど、まあ、結果的に霊媒師に占い師にっていう形ができたので、あのー、まあ俺つって。 あのこのあと普通にシュートを釣ってでもシュートはこのあと何人うか分かんないけど例えば俺に黒出しとかする可能性あるけどあの相手にせずに冷静に釣ってあの占い師をやってあのその間に精査して最終日まで行って、えー、勝つっていうのがマブラの一番いい流れなのかなと思いますんでまあ,あの皆さん頑張ってください俺が本物の霊媒師俺がリアル後のやつらフェイクありがとうございました <laughs> それでは石井プロはマイクのミュートビデオの停止をしてください時藤さんですかね,ねあねでも石井プロ良かったですか石井プロが処刑されたりはちゃんと。恐ろしい夜がやってまいりました。ちゃんと仕事しましたね生存した皆様は見ておの停止をお願いいたしますイシしやっぱ石井プロうまいですね終わる時でもちゃんと仕事していくそれでは皆様おやすみなさいませ ね、今マイク直通でしたね。マイク直通。マイク直通からの、えー、鼓膜直通。それではで、ね、能力者の方を起こしてまいります。鼓膜オンダイレクトでした。はい、<laughs> 伝わったんじゃないですかね。はい、霊媒師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。はい本日処刑された石井プロの正体をお伝えいたします。はい、石井プロの正体は 人狼ではありません。はい。それではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。続きまして、棋士の方を起こしてまいります。棋士の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。では梅原さん、本日どなたをごえなさいますか。健介。 では、本日、ケイスケさんをごえいたします。あこれ、うまいんじゃないですかじゃあビデオの停止マイクドミュートお願いいたします。いいですね、ケイスケさん守るの相当いいですね。これ、強いですね。続きまして、占い師の方を起こしてまいります。かなりいいところでしたね。これ、かなりか守るんじゃないですかこれ、ワンチャン。占い師の方はビデオの開始マイクドミュート解開始お願いいたします。ケイスがめっちゃ白っぽかったんで。はい、では、立川さん、本日、どなたの正体を確認なさいますかシュートで。 それではシュートさんの正体をお伝えいたしますシュートさんの正体は、人狼ではありませんでした。さあ、このね,ね、この占いがどうなるか。いい正直なところあの、どうせローラーしてしまうので、で人狼の方を起こしてりま,す,まあするのかどうか知りません <laughs> が、角山人狼なで <laughs>、あんまり意味はないと思いますが、ただその占いがね、一つが人狼の方は、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。ね、さあ けじいやいやごめんどうしようそれでは30秒間の話し合いを開始してくださいどうぞ俺はちからくねいと思って俺もやっぱそうですよね俺が潜伏できるのが強いですよねそうだねで俺強人のなふりするからいいあえどういうことですかえっちからかむんでしょ俺のだって俺が偽物だってバレるんだよそうするといやでもあの強人で運ゲーで噛んだって言い張りますよあのどっちが強人か分かんなかったからうん順路からしたら みたいなこといやいやだって立川変われたら俺は教授あのなんつうんだろうこんじ確定しないっよ要はどっちかうちの教授が分かってないんで<え>運営でかんだ可能性もあるんでああよくばれんじゃないかさすがに <laughs> 本日 <laughs> ああいいどなたを襲撃なさいますか立川くんでお願いします では本日、立川さんを襲撃いたします。立川カメラの停止マイクのミュートをお願いいたします。立川カメラはでかいですね。信頼ないしなので、でかいです。それを潰せればでかいですが、三太郎さんがそれが怪しまれてしまいます。それでは、皆様、立<川>お願いし,します。強心、ねまあ、だと可能性あります。で、シュートも行かなきゃいけないので、これは結構意外と、あの周りの市民がどうなるんでしょう。でしかも、イタが潜伏できているので、結構白っぽ思われいるの、潜伏していりました。 1番瑛太さんから順番にビデオの開始をしておりください。2番圭介さん。4番サンタロウさん。5番太刀川さん。6番梅原さん。7番ナウマンさん。8番ピンクマンさん。9番シュートさん。 本日、無残な死体となって発見されていた方は5番、立川さんです。立川さんはビデオの停止をお願いいたします。おみんなの顔が変な感じになってます。それでは、生存したプレイヤーの皆様、マイクのミュートを一旦解除してください。マイクのミュートを一旦解除してください。それでは、2日目の話し合いを4分間で開始してください。どうぞ。はい、おいしますあ。さっきじゃないですか。あどうぞ。 さん黒じゃないですか、これは。えっと、西プロ白でした。はい、白。白。黒。白。強靱。強靱っすね。いや、まあ、シュートが黒の可能性ありますよ。いや、そう、で、シュートは、トラウオさん、ずっと俺に言ってくるね。いや、だって、あの、まず、あの、エイダさん普通に別に、あの、だって、霊媒師を確定させる動きって、普通に市民側の動きじゃないですか。 ちょっと占に行きましょう。じゃあ、どうぞ、俺からでいいあ、はい。確かに。確かに。えっと、トラッシュボックスさん、間違えましたす。みません。ピンクマンさん。はい。ピンクじゃなくて白でした。あなるほど。ほど。なるほど。はい、白です。以上です。え、でもこれって、サンタロウさん。 人外確定じゃないですか。いやこれあのそんなことないん逆パターンもあでも俺視点絶対ないですね。えじ人外確定じゃないのだって。いやあの強人強人サンタロさんが強人だったってああだから強人かもしんないけどあ違う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 その場合はシュート君が黒確定するんだよね。サンタロさん人狼なのかあ俺視点絶対確定する。あそうそうシュートはそうどっちかが確定する。強人は間違って絡まれる可能性あるんで。タチカワは神話免れちだったっていうことがもう確定したから。 いや、いや確定じゃないですね。あの、一応、巨人もあります。かに巨人もあります。要は、占いが怖すぎて、人狼が、強人と占いの二択を仕掛けた。ああ、そういう可能性があるのもあります。あが一応あるですね。なるほど。ただ、もし最初初日の占いで、サンタロウさんとエイタさんが、サンタロウさんが強人でエイタさんが黒だったら、ここでサンタロウさん、強人っていうのわかるから、ああ、なるほどね。それの噛み方できるんですけど、まあ、一応、可能性ですよね。でも、今日はとりあえずシュート釣りです。今日流れをちゃんとローラした方がいいね。 うん、っときたいまあでもやるこれやるしかないからちょっとあの逆に今 <coughs> シュート君が感じて意見とか今言うべきだと思う俺視点だとボイシープロが強人なんでサンタローさんが人狼になっちゃうんですよで白出、ねうんうん、ししたトラボさんも俺怪しく思ってたんで今そのトラボさんに白だしろって言ったのが余計囲ってるように見えましたね<ー> <coughs> いやー初日からなんかトラボさんずっと村人の視点じゃなくて、しかもなんかずっとなんか意見を俺になんか偽物だみたいなこと言ってきていやだって、霊媒師確定させる動きってなんで村人にとって普通に有利じゃん。結果的に、結果的にもし最後まで瑛タさんが残ってたとしたら、なんで生き残ってるんですかっていうふうになっちゃうから。そそそうそうそうあのー それはエイタさんも自分でそう思ってるんですよ。そこに対してつかかってくるトラボさんはちょっとおかしいって思います。確定ってトラボもエイタも白だっつってんだろう。楽しい。そのりの動きでちゃんと俺が、俺もその白って言ってもらえたから今回よかったけど、俺も白とかそういうのなしなかったらちょっと多分ややこしくなってたんだあのいや俺もそこまで攻めたわけじゃないですよ。ただそういう意見もあるよっていうのを言ってるだけなのに、なんか横から、そう。

くないや、シュートです。いや、撮影中なんでこれで、ああ、確かに、ただの決め打ちだったら、黒黒、黒黒残っていや、確かに、それ、梅原さん、そっちの方が。サントローさん残すと意味なくだって俺、ュートしちゃうって言ってるんですよ。話し合いに終了と。俺、生き残る見ちゃう話し合いは終了となります。では、皆様、マイクのミュートをお願いいたします。あらミュートお願いいたします。王の一言、ツーの声が出ましたね。 それでは、本日襲撃されていた立川さんを起点といたしますので、<あら> <laughs> 6番、梅原さんからの質問、ね、となります。では、梅原さん、どなたに質問を。王染フックの大ゴール出ましたかね、これ。えっと、じゃあ、トラブルで。<laughs> はい。あの、三太郎さんが本物かどうかの保証がもうないからさ。ないですね。 で、片割れ死んでるから、さすがに優先順位としては、三太郎さんする方が優先順位高い気がするんだけどね。で、この先のさ、例外、占い結果って意味がないわけじゃん。そうですね。そうなんですけど、いっっいう,うん。まあ、なんで残しておくのい,いや、でも、その強人州がすごすぎて、さすがに人狼ではないかなっていうのがあるんで、中途はただ、あのー、人狼説がある感じです、ね。でもさ、たたえー、でもまあ、とりあえず、はい、シュート残してた方がいい。 良さそうな気だけど、いやー、ないと思いますね。えっと、霊媒師として3人目に出てきてるわけだよね、シュートはね。おまあ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 、でもそれはまあ人狼だと出れる。であまあそうだけど。そうですね、それで勝ち取り、新名を取りに行く。人狼だった場合に死んだ人を白ろって言うかな死んだ人を白ろっと、死んだじゃん。はい、石が死んだじゃん。そうですね、まあ人狼の立場だったら白ろって言うのかな白、ろ、まああー、なるほど。 それでは、梅原さん、うん、どなたに投票されますか三太郎さんで。三太郎さんに1票目が入ります。では、続きまして、7番、ナウマンさん、どなたに質問されますかえーと、瑛太さんで。はいはい。あの、言いたいことを言うんですけど、どうぞ。えっと、ここで三太郎さん釣りはマジでないです。なんでかっていうと、うん、シュートはまだ黒の可能性がある。うん,うん。三太郎さんは強靭の可能性がある。うん,うん。で、 シュートが黒だったときに、えっと、グレーの中に一人黒がいるわけですよね。まあ、俺も全く同じ意見だね、その。で、ここで黒が二人残っちゃうから、うん、噛まれたら終わるんですよ。うん。だから、ここで、そのシュートを残しておくっていうのはあの、本当にないから、で、トラボはそれ分かってそうだったから、かシュートに入れそうだなと思って、うん、あのその先の投票をするエイタさんに今、言った感じですね。俺は基本的に、この、あの、坂野さんまあ、あの、うん、あ、てか、 だ大丈夫かあのシュートくんを絶対釣った方がいいと思っててあの動きでその黒ってないじゃんそのサンダルさんもあんなことしてはい、はい、多分強靱だと思います<の>、はい、強人っぽい動きだからだったら黒が2人残ったらそうなんですようんあの絶対にそのここで黒の可能性のある方を釣るべきじゃんそれははいはいでそのローラーの流れもちゃんとあるからここはシュートくんを俺はちゃんと釣るべきだから俺が入れようと思ったーーありがとうございますそれで、はい、それでいきましょうって感じのケ介スケさんも お願いしますはいじゃあシュートに投票でシュートさんに1票目が入りますあでは続いて8番トラボさんどなたに質問されますか、えー、じゃあシュートにではいえっと票が集まりそうなんで一応はい、はい、えっとまあセオリーに言ったら絶対俺なんですけどうん えっとなんて言ううだろう普通に、もし俺がしんぽかったら、まあ、俺残すべきじゃないですか、村人視点で俺、まず3人目に出てきてるっていうのと、まあもし俺が人狼で3人目に出てきた場合って、まあ、そんなに強くない気はしますね。んなんかでも、そのローラー押してたのがなんか石井プロっていう印象があって、なんかシュートは最初に言ったの俺ですよ、石井プロ行とも言ってないです。 そうやローラーについては。いや、でも、その、だら人狼でローラーを押すのは絶対にないっていうの。いや、でも、その後、の後まずローラーでどっちから釣るってなった時に、なんかシュートの方が行きたそうな。はい、どっちかっていうと生残る、行き。まあ、死んでましたったら、そうじゃないですか。うん、っていうのをし。ね、えでも、その、どっちか行きの。で、俺死にたいってなんなくないですか。え、まあ、死にたいはならんけど、別に人狼とか、その、道連れにできるなら、いい。っていうのが、はい、まあ、その心霊、しん。まあ、超人バイなのかなっていう。 もう人狼そういうゲームかなって僕は思ってますね。俺は信頼はしまあまあ、まあ、そういうゲームじゃねえから。いやあ <laughs> なるほどねそれではトラボさんどなたに投票されますかシュ,シュートで。シュートさんに2票目が入ります。では続きまして9番、シュートさんどなたに質問されますかえっと、KSK さんで。<laughs> はい。 はいえっと、どうですかメン、メンタリズム的に俺、偽物っぽいですかねちょ、初対面で難しいと思うんですよ。初対面だから分かんないそ,そうだね、今のところ話を聞いてる分には、しん、はい、っぽい、すごく。できれば、セ、うん、オリーだったら、俺、絶対するべきなんですけど、俺、うん、まあ、そう、難しいと思うんですけど、うん、その、初日からの言動を見て、うんあその、俺がどれだけ村になるためのことを発言してて、三太郎さんがどれだけ、うん。 利益のないことしゃべってたかっていうのを考えてできれば三太郎さんに入れてほしいんですけどいや三太郎黒角なのは間違いないんだけど俺の中ではああそうですね <laughs> <う>できれば入れてほしいんですけど流れ的にここで三太郎さんに入れたら、あのー、そのローラーを崩すことによって俺が怪しまれるのかなと思うからシュートに入れざるを得ないのかなというところなんだけど<ー>俺は個人的には三太郎さんをも速攻殺したい<の> <laughs> 俺ほ本当に本物なんでできれば <laughs> あ,あ,のあの人偽物なんで多分 しかも,もじゃあ三太郎さんに <laughs> 入れます三太郎さんに二票目が入りますでは続きまして一番エイタさんどなたに質問されますか梅野さんではいあのもう僕自身はもうかなりもう習得にやっぱこもあの、うん、入れる流れを組んでて入れたいんですけど、うん、梅さんはやっぱその納得してないじゃないけどその意見をもっとなんか どうしてもこうした方がいいとかだったら聞きたいっていう。いやシンプルに例えば仮にサンタロウさん強人だった場合に、はい、人狼目線からすると、はい。えっとどっちがレーあの占い師かって分かんなかったわけだよね。えっとっもしサンタロウさんが強人だとしたら、はい。えっと人狼サイドからするとサンタロウさんが タチカワどっちが本当の占い師かってわかんないわけじゃんわかんなかったただそのタチカワ君が食べられたっていうことはうん。あシュートが占って言ったから、うん、そういう流れも組んだらシュート君かなってのが僕の中でありましたえでもさそれって別に意味なくないタチカワがじゃあ占ってシュートが黒って言ったとしてもはい。別に良くないだってサンタロウさんがいるしまあでもそのグレー<っ>まは<ー>殺されちゃう可能性があるってことそうだからそういうのを踏まえた上でその、うん ローラーを間接するっいう意味でも、シュート君かなっていうのと、いろいろありました。なんか、んはません、大丈夫かなっいう、その、まあ別にいいんじゃない納得したるかどうかできなかったですね。それでは、エイタさん、どなたに投票されますかシュート君で。シュートさんに3票目が入ります。では続きまして、2番、ケイスキャン。1な目になると切らないほが一番うまいすよ、これは。これ、シュート君に入れれるんで、だって4票入りますもんね。これ強いっすわ。エイタ、ナイスです。これ、うまかったっすね。 かなりうまいです。どうしようかな。三太郎さん拡大させたんだ。ええとかなりうまい。はい。なんですか。あの梅原の。どうでしょう。投票していいですか。あどうぞどうぞ。どうぞ。ああちょっとうんあのあなんか朝倉ら見苦みたいなんですよ。殺したいんですよありますこのこと。殺したいんですよ。どうぞどうぞ。してください。はい。もうなんだろうね分かっちゃいますね初日から。あやっぱり真っ黒ですよこ はい、もうこのトコ通り真っ黒っすよ、<laughs> 俺はあら凄い強靭ぶってますよね五十点2ですか。入れてくださいよ、<laughs> どうぞどうぞ刺激中毒これ、なんすかこれこれどうしようかなぁなんすかこれはいどうします三太郎さんに入れた方が面白いかな <laughs> <laughs> あれありましたけ、うん、3、3うん。俺二本、二本で三で いや意味ないでしょ、えー、誰に言って思ったんで俺三太郎さんが投票になっちゃうのかそっかあじゃあもう,もうしょうがねえしょうがねえじゃあシュートで <laughs> シュートさんに4票目が入りますでは続きまして4番三太郎さんどなたに質問されますかえー、じゃあどうしようかなすけさん何 兄貴もうちょっと喋りましょうよ。なんでわかったんですか、俺だって。いや、なんかね、やっぱり、あれなんですよ、あの、白い時って、もっとね、突っかかっていくんですよ。いや、今日だって、俺、白いや、ね、うちの若いもんが、もう、突っかかってたから、もう、俺の出るわけじゃないかなと思って。ちょっとおとなしくしようと思っう。若いもんなんですか。バレちゃ、うしょうがねえな。これはバレるじゃないですか。大丈夫か。 まあでもちょっとね、サンタロウさんはね確定しなだから、あの狂人だからの時はね俺分かっちゃうからちょっとね、多分ゲーム性を崩す可能性があるからちょっとね、考えなきゃいけなちょっとじゃあコクちゃんにラインしときますからちょっと共演 NG にしてくれっつってケイスケさんと共演僕はしたいんすよケイスケさんと一緒に共演したいんすけどちょっと相性が良すぎるあそうですね俺が人狼の時もバレるしねわかりますそう じゃあ、それでは三太さん、シュートさんに5票目が入ります。終わっっっっっちゃたててて若いもん言るから大丈では、投票の結果、本初見されるのはシュートさんです。では、シュートさんは遺言をお願いいたします。えっと、まあ、三太郎さんね、さすがにあれで本物の占い師だったらやばいと思うんで、とりあえず明日釣ってもらって、で、明日、5分の2人狼残っちゃってるんですけど、まあ、ミスなかったら、まあ、 結構いい結構今見えてるっていうかナウマンさんと梅原さんと瑛太さんは結構白くやっぱ見えてるんでまあトラボさんと三太郎さんかなって思ってますあと8番の人はその結構表情で戦うゲームだと思うんでそのマスクかぶってるのはちょっとずるいと思いますあのやめた方がいいと思いますそれではシュートさんを処刑したにもかかわらずわ恐ろしい夜がやってまいります生存したプレイヤーの皆様は ビデオの停止をお願いいたたししまますさあ言われてましたねピンクマン完全にあのね、えー、正論それでは皆様おやすみなさいませもう心臓突き刺さりましたよ、えー、心臓の心臓直通でしたね、うん、直通お前の心臓直通みたいなねええー、感じでしたねさあそれをそれを踏まえてどうなんでしょうかピンクマン では、能力者の方を起こしてまいります。格闘ゲーマー人狼的にあのかぶりますか別の k です。え、面白かったわけ、OK、です。滑ったら、滑ってるよってのは言います。ね、滑ってたらね。滑ってますよっ,つっていうのはね。だ僕は言お,言おうとしましたけど、あの、あの終わってから。なまだ2回にもそれでいきますっつって。滑ってますし、なんか変な感じになってますけど、大丈夫ですかつって。いいんですか声、声こもってるしねつって。 しゃべりにくそうだし、表情見えないし滑、滑ってます。しかも滑ってますよ。大前提でね、それでもやりますか。どうぞ、いいですよっていう。う俺はいいよ。あの <laughs> 俺はいいよっていうことは伝えようかなと思います、ねはい。では、俺は者の方を起こしてまいります。いらない師の方を、うん、あ、ごめんなさい、騎士ですね。騎士の方を <laughs> それね、伝えようかなと思います。 騎士の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますれそれでは梅原さん本日どなたをごえなさいますかそれでは本日エイタさんをごえい,いたしますさあ梅原エイタのこと白っぽく見えてるでしょこれ多分ね,多分違いますねではビデオの停止 <laughs> マイクのミュートありがとうございます捨て声だとしたらサンタロウさんなんで では続きまして、人狼の方を起こしてまいります。えた、私、白取ったと見てますね。たぶん、トラボが怪しいと思ってますね。いい感じでなトラボを怪しくさせてますね。えタ完全に白直ン聞いてるし、潜伏前後で言ってます。人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。<laughs> それでは、30秒間の話し合いを開始してください。どうぞ。<laughs> なんかうまくいったわ。いや、まぁ、これ、誰食うか、マジ難しいですよ。梅さんじゃないのっぽい梅さん さんかナーマン君だと思うんですけどあまあ二択だろうね二択であの、まあ、トラブく君はないと思ってて死、うん、んでもいいムーブしてるし、うん、あの疑われやすいし、うんまあ、三太郎さんの,、うん、あの直感でどっちか選んでもらおうかなって思うううもうもうバカせますここは大五<吾>。<laughs> 分かりました <laughs> 大五<吾>やろう 終わりました <laughs> この梅サングラスで大吾それでは本日どなたを襲撃なさいますかかっけしかも遠く遠くっうとう梅原さんを襲撃いたしますではマイクのミュートビデオか。お願いいただます、うんうん、<laughs> さあ大悟いきましたそれでは皆さんも戻してまいりますバチコン抜きましたさあ圭介を生かしていくっていうのがいいですね圭介を生かしておくっていうのがいいですね 恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました1番エイタさんからビデオの開始をしてお戻りください2番ケイスケさん4番サンタロウさん6番梅原さん7番ナウマンさん8番トラボスさん本日無残な死体となって発見されていた方は 6番、梅原さんです。梅原さんはビデオの停止をお願いいたします。さあ、梅ちゃん、聞かれた。それでは、生存したプレイヤーの皆様は、<laughs> 一旦マイクのミュートを解除をお願いいたします。それでは、3日目の話し合いを3分間で開始してください。どうぞ。なるほど。なるほど。サンタローさんそ、はい、れでいいんじゃないですか、これは。あ俺は釣りますあ、まあ、それはそれで全然いいと思うけど、その次のことを考えたいですね。反省、はい、しますか私い。私、岸でますよね。 はい、騎士です。誰守りました最初。そうですね。最初はもういいです、もういい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 。時間時間の目、時間目なんで。サンタロさん、はあのとりあえず強人であの表、はい。うん。表なんだあのパワープレイっていうんですかね、わかんないですけど、そのそれそれ不適で、うん。サンタロさんでここはいいと思います。強人なんで。本当にえってか騎士の人いたら名乗り出た方がいいんじゃないの。 いやこれ絶対絶対ダメ絶対絶対絶対ダメうーん騎士はでも絶対ダメ噛まれる噛まれえちなみにちなみにいいですかこのサンタマさんもう完全もうま真っ黒じゃないですかはいそう立川が俺に白立ちしてますあいつ多分しよらないしさすがにうん。生白い俺マジ白いっすうん騎士いたら次守ってほしいな守ってほしいな俺だよだから騎士 守るから、守るから生かしてじゃん。俺、なおまんのこと守るから、あなたを守るから。騎士名乗りだとがいいんじゃないかなって。うん。俺、えほら、太鼓の騎士がさ、出てきたら。だ怪しいんだろうな。3倍で分かるはいいんだけどさ、こんなだとさ、ええ。太鼓を入れたな。やつじゃあ先にタれたぞ、さ。 <laughs> なんかエイタさん最初日に何か石井さんのことを市民って言ったのが気になりましたしんってかしんにしようとした時にあれはそのしんって言ったわけじゃなくてあっしんって言いました市民かと思いましたエイタだよエイタにしようよじゃあ今日俺じゃなくていや今日はサンタロさんで俺でやだよまだ死にたくない,よいやーこれむずい,<俺>いや僕でも初日の僕<ー>投,投票先気になりましたけどねとりあえずサンタロさんのん <laughs> つった後のことをもうサンタラさんももうあの死んでると思って考えた方が良くてそのあ後だよおいしいっきゃ初日初日初日霊媒ローラの流れでケースケさんだけ違う人に入れてるんですよそこはすごい気になりましたねあー確かにただそれあるんですけどケースケさんから勝ろうサンタラさんいやそれがそ作戦なのかそう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 それが入れといて要はその入れたよって言えるっていうのをやったかなまあ言ったらその一応ながらいやただあのサンタラさんも狂人だと思うじゃん明らかにうん。 うん、黒はないじゃんだったらケースケさんのその票はあんまりいや,いや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 霊媒だから霊媒の相方に人狼がいるからそこからそらすために三太郎さんに入れて、うん、ケースケさんもああ人狼っていう可能性はあります可能性ですけども、ねうん、でも初日にさ四人使用しててさそれでエイタが使用しかけて <laughs> かけ残りのあの使用してない一人で俺結構白くない えだその潜伏で別れたりとかするっていう、のいすけさんは2人目の投票で三太郎さんに投票してるんですね。最初は矢田さんが石井さんに投票して、すけさんが三太郎さんにその次投票してるんですよ。でなんかその流れ的にどっちに票が集まるかわかんないのに、相方、そんな、相方、それやるって、ちょっと思ったそうけいすけさん、白だってだから、俺は白だよ。 いやい。だから、これ、話し合いが終了となりました。さん、では、皆様、マイクのミュートを。サンタロさんは分かって、次の日考えてるのに、一人だけケースケが思考停止して、もう分かんないから、生き残ったら考えようぜ。生き残ったら、もう次の日考えにやめよう、みたいな。ダーマンさん、どなたに。もう分かんないからさ、次の日行ってから考えようよ、みたいな。えさすがですね。 ございま,すまあ明日のことなんですけどやっぱ初日からすごい勘がさ当たったんでだ初日でさもうあの三太郎さんがおかしいってのはもうはい、はい、経験で分かんのよでその中で唯一多分あの CO 仕掛けて引っ込めたエイタしか今のところ見えないのね俺にはナウマン島ト,トラブルはとりあえず今までの流れで全然黒い感じはしなかったから、うん、理由はありませんね だからもう三太郎イターで終わりじゃないのこれ確かに、KSK さん視点だと。立川は死んで、霊媒が、ばしゅうん、とか石井さんが強人だった。って感じですかね。強、うん、人。強人。いや、三太郎さん、人狼だと思うんだけどな。いや、でもさん、えっ三太郎さんが人狼だと思う。 うん、強じのふりしてる気がするんだよなこれそれでは、うん、ナウマンさんどなたに投票そこまでわかるのかこいつさんに票目が入りますごすぎるそこまでわかるでは続きまして <laughs> 8番トラボさんどなたに質問されますか <laughs> そこまでかる <laughs> さすがのメンタリスト・キンスケ理論はゼロです、はい コアサンタロウさんありませんが、そうなんだよね。うん次だよね <laughs> まあ多分真っ白なの俺だけだから、うたらうんそうだそう,うーんとね。わかんないな。ケースケースさんが人狼だと思うんだよなって言ったのがなんかちょっと光っ,かかったんだけど、別にそれはあれなのか。いや、でも確かになん,かなんでそこをそんなこだわるのかなっていう。 全然あるけどね、全然その三太郎さんが、のその、なんだ、強人っぽい人狼を、強人を演じてる人狼の可能性あるけど、なんでそんな、ケースケさん、め打ちで来てるのかなってのは確かに謎あぞ。まだそこがメンタリズムの,なんすんの技なんだろうけど、うん、まだ三太郎さん、とりあえずもう、<laughs> ムーブ的に強人以上は絶、もうがに確定だから、うんまあ、人間でこの動きは絶対しないから、うんまあ、それは三太郎さんは絶対。明日は絶対来て、えー、っと、そうだな あーでもエイタさんもなんかちょっと静かな気もするからわかんないんだよな。エイタさんかトラボな気がするけどね、正直。それではトラボさん、どなたに投票されますかサンタロウさんで。サンタロウさんに2票目が入ります。では続きまして、1番エイタさん、どなたに質問されますかナウマンで。はい。まあ、あのサンタロウさんの話はもう結構、だまあ、そりゃそうだろ、今。はいはい、そうだからね。あのサンタロウさんの話も結構どうでもいいとして。 その残り3体のムービーになるじゃん要はナウマンが逸通役になるわけじゃんこの後はい、はい、まあナウマン食われなかった場合ねあのー、どう見たらいいそのいったら俺は自分のことをしようっていうしかないからただ最初に手を挙げて引っ込めたのがそのいったらそのちょっと動いててそのグレーっていうか黒っぽく見えるってのは分かってるけどその俺は自分の潔白を証明しないと負けるわけだからデータさんとしては今どういう流れでゲーム進んできました どういう流れ？普通にそのローバー、うん、内分け内分けっすよね。内分<訳>け強人はどこですか？例えば強人は絶対サンタラさんでしょう。で、そのただその最初のあのシュート立川の枠が結構曖昧で、そのシュートを食った理由がそのシュートがじゃあタチ食った理由がシュートが黒だから運ゲーに見せかけて食ったのかとかその辺が曖昧だけど、最低一人連れててでそのサンタラさん強人だから残り三人の中にナンマンをのこ除く黒がいるのは確定の状態。 はいはいはい、なるほどなるほどそうですね確かにそれではエイたさんどなたに質問されますかあ投票されますかサンタローさんでサンタローさんに3票目が入りますでは続きまして2番ケイスケさんどなたに質問されますかうーんエイ、えー、から探してないですねケイスケさんかトラブルどっちかにいるんですけどどうしようその動きがいいかったですねではい 俺は三太郎さんの次はエイタだと思ってんだけどうん,うーんなんかちょっと俺を説得してくれあのただ今の状況で正直ぶっぱ気味にやるしかなくて、うん、そのナウマン以外にはでその三太郎さんが、うん、占い師の予定だったけど俺と虎坊んに白出ししてるわけじゃんうんまあそれではあのま今どうでもよくなっちゃっててほんとにその俺虎坊んに関してはどうでもよく どう,でもよくてどうでもいいじゃん、嘘だから、どう見ても。うん、占いから岸にローラーして、強人以上確定だから。で、うん、その俺は手を挙げちゃった部分で、その動いた部分がある、虎ボ君は何もしてないけど、シュート君とかのそのつっかかりとかあったりしたじゃん、確かのでそれで圭佑さんがどこに黒がいたかを見極めて、<laughs> どっちがその黒く見えるかを判断するべき。で、俺は特にそういうのもなく、最初のこの動きと、うん、あとは村のためになる動きしかしてないから、白目に俺は見てほしいとしか自分のこと言えない。 村にマイナスコで多分一1個もいってない。あまあとりあえず初日にさ、あ c o してないのはナウマンとト,トラボなのよ。エイタは c o してなそれではエイタさん、どなたに投票されますかそうすると、エイタ<や>エイタがまあ一番安杯かなと思うんだけどね、次は。あそれではですね、ケイスケさんですね。ケイスケさん、どなたに投票されますかサンタロさんで。サンタロさんに4票目が入ります。<laughs> では続きまして、4番、サンタロさん、どなたに質問されますか じゃあピンクマンでお願いします。はい。いやあピンクマン。はい。俺に聞きたいことあるか。<laughs> いやまあ、ないっすね。<laughs> <laughs> あそうだって。はい。じゃあなんもない。じゃあ考察しようぜもう一人。<laughs> 俺もしかしたら仲間知ってるかもしれないじゃんね。 確かにでも僕三太郎さんが人論戦も一応あるとは思っててあ<ー>まあ強人のふりしてあ<ー>まあその釣られるのから避けようとしてるのかなってもあるんですけど<ー>うんでもシュートと石井さんがねなんか正直どっちも分かんなかった、まあ、シュートの方が若干なんか白目みたいな感じだったけど、うん。 どううななんだろうなでも俺は全然シュートもあると思ってたから結構言ってたしでなんか最初シュートと瑛太さんが何か言い合ってたんですよね、うん、だから初日からそれやるかなっていうのがあってシュートがもし人狼だった場合は瑛太さん違うのかなっていうのもあるしまあど誰か、まあ、全然わかんないですけど、うん、まあなんかその三太郎さん人狼って決め打ちすぎてるとかいう KSK さんの方がどっちかっていうと怪しいのかなと。あ<ー>まあ 初日の投票もありますねなるほどそれでは、サンタロウさん、どなたに投票されますかえーじゃあ、ケイスケさんにお願いします。ケイスケさんに1票目が入ります。はい、投票の結果、本日処刑されるのはサンタロウさんです。では、サンタロウさん、遺言をお願いいたします。えっと、特にないんですけど、<laughs> まあ、えー、天国から次のね、あのー、展開を楽しみにしてます。では、頑張ってください。 それでは三太郎さんはマイクのミュート、ビデオの停止をお願いいたします。さ最終日来ましたね。三太郎さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。それでは皆様、ビデオの停止をお願いいたします。それではおやすみなさいませ。まあこれはナウマンかむんじゃないですか。ただ、棋士がいる可能性もあるんで、ちょっと分かんないんですけど、ただ今、ちょっとエイザ的にちょっと弱いかなという感じですね。 えーとケイさんも疑ってるし、トラボがなんか白っぽくなってきたので、瑛太が、えー、とトラボになすりつけるとか、ケイさんになすりつけるとか、そういう市民側の,いあの気持ちがなかったのでそれではれ能力者の方を落としてまいります。なんか難問を殺した方がいいのかもしれない何万難生かしてえっと、ただしですね、ちょっとお時間をいただきますのでよろしくしす、何万が投票しそうなところを、えー、残しといてもいいのかもしれませんけどね、まあ、基本、何万神で怪しくするのが一番いいですけどね。 えー、ケースさんとトラブルがどっちか分かんないところに入れた瞬間もいけるんで、まあ、基本はたださら守られる可能性もありますっていうことですねで守られた場合それでは人狼の方を起こしてまいりますここじゃグッチョブでの別に関係ないし長髪そうですねあとグッチョブでの問題ないです2分の1になるだけです結局は結局は2分の1なのであんま変わりませんそれでは人狼のエイタさんのみビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除をお願いいたします では、襲撃先を30秒の間に悩むことは可能です。それではどうぞ。出ないんだ、30秒一応15秒ぐらい喋るんですけどあの、トラボ君を食べようと思ってて、その理由は、一番トラボ君が守,れに守られにくそうだから、トラボ、えー、っとケイスケが騎士だった場合、ナーマンを絶対守ると思う。で、ナーマンが騎士だった場合、正直、 ケイスケさんの方が守りそうかなっていうのは自分の中であって、だったらとりあえずここは絶対にかあの一番かめる可能性が高いところを狙いたいと思って、トラボキングをして、その後はケイスケさんをナウマン君を説得して倒します。頑張っ以上です。なるほど。投票いけますナウマンが一つポジティブですね。では、本日はトラボさんを襲撃いたします。お願いします。ナウマンがです。ナウマンが一つポビデオの停止、マイクをお願いいたします。別に人減らさなくても減らしてもどっちもいいんで一緒なんで それでは、皆様をお部屋にお戻しいたします。ケースは結局、白を、えー、と証明しようとしたときにできないんですよね。あの答えが分かった場合に、ほら、俺当たってたでしょって言えるんですけど、これが分かんない状態で皆さんやって,やってるので、だからケースが言ってるのは、ただ、理論がないですから、メンタリストですから、ビデオを当たってはいましたけど、結局それを証明できないので、城を<白>貯金というのは全くないんですよね。それをエイタがどういかに扱って勝つか。 8ママ、ね、番トラボさん本日無残な死体となって発見されていた方はピンクマンさんですピンンクマンさんはビデオの停止をお願いいたしますそれでは一旦皆様ミュートを解除をお願いいたします ケイさんからするとエイタって言ってたんで、でケイさんからするとエイタを残しやすいです、ね、でので、そういうこともください。どうぞ誰だこれいかに何万をちゃんと説得するかのゲームになってると思う。俺はもう、俺はエイタでいいと思うけどね。<laughs> それは俺は、うん、ケイスカさん入れるよ、うん、で、あの、その一応その自分の意見をちゃんと言っとくと、そのケイスカさんがその怪しいと思ったのが、俺は市民だからはっきり言ってケイスカさんは黒角なんだ。自分から見たら。うん、で、うん、えっと、その、 さすがにその黒角でしょ<角>だってそのあと一人人狼がいるわけだから。<laughs> じゃないともう終わってるもんゲーム二人いたら。<う>今みたいに数を数,え数を数えてないこととかちゃんとの今の現状把握できてないこと圭佑さんが、うん、っていうのとあのサントラさんに対して無駄にその黒黒とかこっちから見たらはっきり強人以上だけど強人の性能が明らかに分厚いじゃん。そういうのもなんか適当に言ってるように見えてあれってその考えて,てない証拠だと思うんだ俺人狼側って考えてづらいから。 だ俺はこれが自分の中で自分を市民としてあの強調する理由です。いいです、ね。えラさん、もういいっすよ。俺、強人っす。いや、さすがに。<laughs> 俺、強<え>人んっす。いやいやいや、俺じゃん。エさんさん、健介さん2人でいきましょうって。いや、強人だとしたら自分に入れてくださいって。えま 僕にててくださいいっうのが正解じゃあ、負けを組むじゃん、俺ら。俺俺らと俺。いや、分かんねえな。いや、まあ、もちろんうさんですけど、俺が教授なわけない。ワンチャン釣れるかなと思って。おお、鎌をかけました。鎌をかけました。難問教授にだったら、だって、圭介さんは難問が俺と申しましょう。一応、内訳ちゃんとできてるってことですね、だから。もう、そりゃそうだ。まあただね、やっぱ僕せんに。いや、待って、今のでも圭介さん、明らかに、あの何も喋ゃんなかったじゃんや、この状況で。いや、一応圭介さんの話聞きたいです。 けいすけさんそこでさ、強人ですって言ったら、じゃあ、エイタに入れようで終わったんじゃないの俺が人狼だったら。いやらそれ、二人ど、どっちかどっちか二人、あの釣れないかな人狼、俺人狼って言うの待ってたんでしょどっちかが釣れないかなと思って。<ー>俺はもう、完全に白角だから、二<ー>人が戦ってるところに俺が、まあ、俺次第なんですよ、だから。 俺、なんか、ちょっとでも情報欲しいなと思って。だただ、やっぱ、初日にイスケさんがサンタラさんに入れたっていうのは、うん、うーん、まあ、あと、いやでも俺、初日使用してないんだよ。で、サンタラさ,、うん、さんに入れたのは、イスケさん、白く見えるなっていう話っす。ああ、そうか。だから、そこで逆に入れたのかが分かんないなっていう感じっすね。逆に、なんか、つながり、わざとつながり持たせて、 だから俺は白いよねっていうのを使ってくるのかなと思ったら使ってこないんですよ、ね。ちょっとね、忘れてた。<laughs> いや、だから、確かに俺、三太郎さんにあの投票してるから、あの俺が人狼だったら黒に入れないよなってう今思い出したわ。それ言わないんだもんな。それでは話し合いが終了となりました。それだよ、まあ。皆様、マイクのミュートをお願いいたします。 本日襲撃されていたトラボさんを起点といたしますので、一番、エイタさんから,の質疑ンからすると、と理論ゼロのやつもいるんだよな、この格好マジンの場って感じで考えなきゃいけないんで。すよ、まあそうですねあのねのいやここはその一番怖いのは、ナウマン的の、れどう見てもはっきり俺の方が白いと思うんだ、その内容の把握してなかったとか。 だから、市民側だったらちゃんと警察に稼働するんだけど、ね逆張りでナウマンが俺に入れるんだけ今怖くて、はっきり言って。<や>明らかに俺に入れてほしい、<ー>それは。まあ、自分の入れてほしいっていうのは当たり前なだけど、俺は黒でも白でも。はいはい。で、その、初日の時点でもその分かってないわけじゃん、その強靭かどうかとか。今、最終的にも強靭か黒か分かんないから、はいはい、逆に俺、その、圭介さんのそこに入れたのって、はいはい、例えば強靭だった場合、全然その信憑性もないし、そこをプラスに考えてる理由が分かんない。えっと、繋がって… ないんですよね。だからえー、と僕,もう僕はシュートが新霊媒だなと思って、うん、立川が新霊媒だなっていう,ふうに思ったんですけど、うん、そう見た時に、えー、とサンタラさんが黒になるんですよね。人狼ですね黒は人狼同士つながるじゃないですか。うんあまあ、まあまあまあでもただあのここもちゃんと言うけど本当にその、はい、俺は自分がここまで白いっていうこと言ってるんだから<や>か信頼してほしいさすがに。 流れにね、うん、その逆張りとかマジしないでほしい、ここ、ちゃんと勝ちたい。それでは、いざ、えー、パッションガンガン出てますけどね、えー、ど開幕パッション出さないと、冷静にグッズだと。<laughs> では、続きまして、2番、スケさんのに質問されますかバンバンいい、ね、<laughs> 真面目にやってる、真剣にやってる。ナウマンで。はい。まあ、そのナウマンが持ってる情報で、さっき俺が忘れてたけど、まさにそれじゃん。いや、俺、もう。 それなんですよああそれなのにんなんで使,、うん、使ってこないですかって思ったんですけどただの忘れ,忘れっぽさ <laughs> 俺それ圭佑さんが人狼だったらさすがに使ってくるなって思ったんですよねああそこを込みの作戦じゃないとおかしいからああだってあそこでさ、ね、あの俺が人狼だったら三太郎さんに投票するは意味なさすぎるよねマジでてかあのしてもいいんですけど、うん、し,したことを使武器としてちゃんと使わないとそれただのバカなんですよ ケースケさんバカじゃん。ケースケさんはええ、バカだった人物とになっちゃうんですけど。でも使わなかったのが俺逆に白いなって思いました。一応。あの、んて言うんだろう。使わなかった作戦の意味がないから、単純にサンタラさんを純粋に怪しんだだけなんだろうなっていうふうに思って、ただ、エイタさんの方が理論はちゃんとしてたんで、いや、エイタうまいよ、人狼の立ち回りが。 それでは、ケ、ね、ースさん、どなたに投票されますかエイタで。エイタさんに、さあー、いつポジ、どっちにまず質問するかですね、これ。では、続きまして、ナウマンさん、どなたに質問されますかエイタでしょうね。ケースさんに喋っても意味ないんで。エイタさんで。でしょうね。うん。はい。ちょっとなんか、情報が出てきそうなのはこっちだなと思って。 そうういことです今回の振動はどういう内訳で進んできましたかねさっき言ったやん、内訳負荒らしてたのに。2回言ったぞ、俺、難番に。ちょっともう一回聞きたいなと思ってたから。最初から言ったこと。じゃあ、C 占いはどっちですかね ?C 占いは、あの、立川です。あの流れで占いが騎士になって、もう自分からつられに行く流れじゃん。あれは強人で、正直、霊媒は、どっちかは確定は分かんない、俺には。いや、石井ちゃんが死んだですよね。 でケースケさんはバカです。で、その、全然バ, <laughs> バカだし、いろいろ人狼側で考えてると、絶対に最初のこととかも分かってなくてやってるし、そういうのも含めて、俺、そういう人に負けたくないです。ああ、これ負けたぞ。うわー、そんなに使われたら。いや、だから、これ負けたくないし、俺、何でもある。ファッション出さないで出すです、さテんここは。何でもある。ちょっと無論めになることをやって、何もつちゃんと、そ理論もしっかりしてて、 その、こうこ,こうだから俺は白いっていうのも途中でだからこの人は黒い白い黒いとか全部やってんのに負けたくないちゃんと俺は白のことしてます村のことをそれでは何でもありタッゲーマー人とどうする何もない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 そんな武器使わないとかねえよなスーパーバカケイスケバカが勝つのか何の作戦かわかんないもんなそれ シュートがシュートが心霊媒で狂人、霊媒側に狂人、人狼占い側に人狼、<laughs> 占い側に人狼、三太郎さんのことを分かって,ってますもん、圭ースケでなん<ー>で笑ってるケーすよこいつは <laughs> こいつはギリギリのとこでなんで笑ってんだおめえは,はおめえはんで笑ってんだ <laughs> ええと超真剣 <laughs>、えー、これバカだな右上<や>もうたんだよなサン <バカ S 2> タロウさんが最後の質問先にトラボ選んでるのがね <laughs> なんか逆に回避した感出てんだよないやちょっと諸々もろかみしてちょっとケース さんじゃあ、ースケ i s u さんはさすがに使う人狼であそこで、サンタロウさんに、<っ>サンタロウさんとつながってたら、その情報を。だから、エイタさんです、投票するのは。それでは、エイタさんに2票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは、エイタさんです。では、えー、皆様、マイクのミュート解除していただいて大丈夫です。<laughs> 全員、マイクのミュート解除して大丈夫です。です決着がこちらにしろ、つきました。では、<ー>エイタさん、遺言をお願いいたします。 まあこんなバカにバケんのかこの顔見ろマジ計算してるわけねえだろ。全部よ覚えてないし、思いつきってるだけだから。マジか。大抵だよ、このバケ方は。以上です。マジいや、これで、これで、ケースケースケースはうまいよ、マジで。それでは、えー、ライブは最それでは、エイタさん、ビデオ解消。エイタさん、はビデオ解消お待ちください。それでは、決着がつきましたう。立花さん、<nered S 1> マイクビュー解消してあげてください。<S <S <forward>

いや、いや、俺はもうボケてもなかったし、やれること全部やったから、もう仕方ないって飲みたんだ、俺は。最後の良かったけど、一個だけ言うんだったら、マン神だったんじゃないかな、あれ。それはもう、役職の確認をさせていただきたいと思います。まず、人狼2匹がエイタさんとタロウさんでした。はい。そして、巨人が石井プロ。はい。そして、占い師が立川さん。霊媒師、周都さん。 そして士が梅原さんでした。あ梅原さんか。な,はい、なるほど。いや、あの、すいません、あの、俺、トラボを噛んだ理由があって、これ言っときたいんですけど、あの、トラボとケイスケさんがどっちか士だった場合、ナウマン守るじゃないですか。まあね、で、ナウマンから見て、トラボくんがちょっと怪しいから、ナウマンくんが士だった場合、ケイスケさんが俺守るんですよ。一番カメレスを選びました。あとはもう、ナウマン説得のターンだと思ってえ。でも4人残ってても関係なくないですか やめろシュートやめろ、やめろシュート。エイタがつるさない限り勝ちなんだ。あの…なんだろう…もし守られても。シュートやめろ。エイタめっちゃ喋ってるけど頭いい振りなの、これ。いやいやいや、でも、いや、そこで俺がつられる可能性あるから、ちゃんと噛んだ方が良かったでしょ、あそこは。それでも。さすがっす。 世にいたのよ方が勢ぞろいじゃがんじゃないと誰と戦うかって話でケイスケさん選んだああそう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 あのまさかナウマンがねこんなバカを信じるとは思わなかったからいやケイスケさんもバカを信じたんです俺はそういうことやなそういうことやなそうなそういうことやなそういうことさんに投票したのに

人狼の振り振りをしたあじゃあ多重の振りをした人狼まで当てましたからね。そう。ものすごい。いだってなんか途中から変わったじゃんなんかサントロさん立ち回りもうなんか黒い黒いっぽいのは分かったんだけど。うん。 そう強人っぽくないなと思ったんだよね一発目からい犬きましたもんねいやだからキムさんねやばいこれ一番ぶっちぎりで強いっすよ確かにあもう確かにリロいらないじゃんもういやでも来て俺のことしかこの人わかんないんだよなぜかまあそうだよサンタロさん大体わかるねえでもなんか結局全部は出てましたからね結果的にだってあのシュートは本物っぽいそれも正解でしたそう 確かに。キュートはなんかもう、嘘ついてる顔ではなかったね。ああ、そっすね。いや、だから、もう、けさが強すぎる。え、すげえ、しょ。けさが強すぎる。なるほど。いや、しない、これは。なんでこんなすごいのに借金あんだろう。いや、もっとす全部俺騙してきたやつは、もっとすげえ人狼だったんだよ。なるほどね。こんな小物には引っかかんないよと。ただ、だって、ね、普通の市民じゃん。そうですね、確かに。 市民が人狼のふりしてるだけだから。すごいわ、ケいすけさん。いや、でもね、皆さん素晴らしかったです。かなり面白かったです。だいせもね。じゃ、あ、とりあえず5分休憩の40分スタートしますので。5分間休憩したいと思います。皆さん一旦休憩です。はい。よいしょ。いや、ちょっと。最後、ミュートせいで、すみませんでした。黒人さん。いや、面白かったです。うん。熱くなっちゃいました。気合入ってるなと思って。ああ、いや、もう、ずっと入ってるんですよ。俺は気合が。あ、そうなんだ。そう。 俺の配信見に来ていただいたら分かりますけど、一応喋ってるって私。いや、いいと思います。いいと思います。ごめんなさい、本当に。面白かった。ですこっちコメントでも、確かに、なんで出てくるんだって言ってる。ごめんなさい。本当、ミュート解除のタイミングでいやでももう決断の後だったから、別に。さかなさんが皆さんミュート解除してくださいって言った時に、俺もいいよ、かなって。そうそうそう、そう思っちゃって、ごめんなさい、ほんとに。てか、まあ、決断終わった後だから、別にどうどう喋ろうと変わらないんで、別に変わりは大った。いや、もうマジで最高だな、うま 占い師と霊媒師一一の時って俺つる意味なくないですか？いやいやあ,、ね、あれま年齢が折れたけど三人そうそう、ね、どっちしょ三人になるけどでもなんだろうな一一っていう状況その違いがないから確かにどどっちも変わんなかったよ結論確かにいやえでもあれにもどっちしょシュートはつんなきゃダメだあまあまあそうそうだから多分長く行きたかったっていうあれなだけでその後どうせ サンタロウさん、黒だったって言っても誰も信用できないからあんまり意味なかったよね、残ってても。どちらかというと俺がマジで悪かったと思う。俺がすごい噛まれやすそうなムーブしすぎてたと思う。信用しすぎたんだと思う。結構噛まれたの痛かったっすね。うん、まあ守ってくれよとは思ったけど、別にその、ね、梅さんいないから言うけど、梅原さん、さすがに守れよとは思ったけど、果たしてやっぱり俺がサンタロウさんでどうしても分かんないから、分かんない、分かんない。さすがに守れないんじゃないあの状況は。そう、だから結局。かい 結局、誰も悪いことしなかった気する。どちらかというと、なんか一番荒ら、うん、したなと思ったのはトラボ。あと、トラボさん、あの言い過ぎました。<laughs> あ言い過ぎました、トラボさん。いや、でも俺、マジで頭ふわふわしすぎてて。はい、いや、マジで盤面を置いてなかった殴り。殴られたら殴り返すを信念にやってたんで、あのあ<ー>グラビット同士で争うっていう一番良くない流れや <laughs> いや、まあね、でも。もう分からんかったわ、ね、正直。 全然親にってなかった、ちょっと。頭一ついもうピンンクマななくっあれ、帰りました、なんか。あれ、頭はないから帰った。あれ、面白かった。ピンクマン、あの、面白かった。面白かった。で人狼側も何も悪いことしてない、いい試合だった気します、今。確かに。普通にいい試合でしたね。全然わからなかった。ですよね、コウグジンさん入ってても今のはわからなかったんじゃないですか、多分いや、さすがに。いや。 たぶん、たぶんナ多分ンかんでると思う <laughs> 最後まで、エイタかトロボ、どっちか分かんなかったから俺、トロボ噛むんだと思っちゃった俺もそうでしたね、そこの2着は。俺が棋士でーすとか言った時もう俺、棋士以内確信して、あやっと梅さんだったんだなと思って。 <laughs> 教授かマジで俺、あれのせいで、マジでわ,わけかんなれかったやれること全部やってましたね、三太郎さんは。いや、もうだって最初から、もうこいつ悪だってもう決めつけられちゃってさ、もうどうしようもなくなっちゃって、<laughs> あんなことぐらいしかできなかったよね。<laughs> いや、マジで、ね、白メッシュが、マジ似合ってるように見えてきましたわ。そう うっすっ絶にパス得ーのだったなぁ今回は上手かったあれのせいでシュートがあの人狼説をちょっと追わないといけなくなって僕の中で俺喋ったのに届いてなかった全部なんかわけわかんなくなりました本当にあ本当にはい。じゃあいい狂人あ狂人じゃねえや人狼だったのか俺も結局あの騎士がいる線をあの最悪のラインを考えてずっと行動してたん確かに確かにまあまあトラボ行ったらそういうことなんだろうなと思います。たあとあのケイスケさんが絶対にサンタロさん入れてるそうなんじゃないから あののなんつエータ、あそこでもし噛まれなかったら4人残るじゃん。うん、であ、噛めなくてね。で、その次にエータが生き残ったら、次、エータが誰か噛んだら勝ちなんだよ。いや、でもその、例えば、ナウマンが騎士だった場合に、トラボ、うん、あの、守りましたあの、じゃあ、ケイスケさんが騎士だった場合に、うん、ナウマン守りました、騎士ですって言った場合に、うん、俺も騎士ですって言ったら、トラボ君だけ、その、要は、白になるわけじゃないですか、どっちかが黒だから。結局その 状況対番じゃん、それも。どっちでも変わんないんすよね。盤面的にそれって、あの、まあ説得する人数は変わりますけどね。そうそうそう。だったら俺は、その、まだ好み。k スケさん、好み。ナーマンはもっと女の好きだと思ったけど、そうじゃなかったっていうのはだけですね。えやいやい違います。あれ、さっきの、だから本当に k スケさんが三太郎さんを俺最初に入れたんだ、それ。だ、マジ関係ない。言わなかったのが、もう逆に白かったんすよ。いや、マだからじゃん。 いやいや、でもそれ相当強かったでしょ。KSK さんが最初に三太郎さんに入れてるって事点で、多分エ瑛太さんは KSK さんかんだほうが良かったですね。KSK さん、白すぎた、やっぱりちょっと。いや、俺からは白く見えなかったから。俺の俺目線だとね。そうすかだっすね。三太郎さんの疑い方、やばなく出してた。いや毎回だよ最初から言ってんのがやばいなと思った、でも。決めつけてるっていうのが、でもそこって村のための行動じゃないから。 こっちのが村のためのこうしてましたよって部分で、<laughs> ナンバに対してゲームで考えたらどっちをするべきかっていうので、俺は訴えかけよって作戦だった。でも結果的に村のためになってたのいやれは計算だったってい、それはだって終わってからしか分かんないじゃん <laughs> え。いやいや、中盤でかなり分かってた気がします。だって、今日、ジム行ったんで、ね、ねグラらリりじゃない人を脅してたから、俺ももうエイドさんと二人でかなり見ちいましたね。 いやだって、ケースケさん絶対、つ分かってないでしょ。いや、分かってなかったと思うんですけど、そう、だから、俺はしろ、そう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 。だって、人狼だったら、サンダルさんに投票したっていうことを最後に使ってくるんですよ。そんな勝てたいじゃん、そんなこと言われて。いや、だから、ケースケさんを先に完璧だったなと思ったんですよね。そんな読みはない。何万いや、何万だけ俺ないって感じでしたね、逆に。マジでだって、そうだったら。

じゃあ、それではね、皆さん、いろいろ、エータさんにね、あの、いろいろ思うことあると思いますが。あ、ある、ある、大好き。そそれ、一旦忘れて。いナイスバイトだったよ、エータは。いや、俺、うまかった。全然、うまかった。下手でございます。はい。下手でございまいや、俺はエータ大好きです。俺はエいタ大好きなんで。じゃあ、2回戦行きたいと思います。皆さん。え、しかもね、あの、僕、ちょっと言おうと思ったんですけど、あの、ピンクマンちゃんといなくなったんで、よかったです。え、すげえ滑ってましたけど。帰らせはい、よかったです。じゃあ、それでは2回戦スタートします。坂なさん、お願いしまーす。 はいそれでは2戦目もよろしくお願いいたします。では皆様、マイクのミュート、ビデオの停止を押してください。